はい、なんこれ、これ皆さん知ってますか？いやさ、その前にね、ちょっと待って、みんなね、これ話したかったこと一つ話してもいい？みんなさ、ショッピング、あ、オンラインショッピングってする？オンラインショッピング、例えば洋服買ったりとかする人いる？オンラインで。はい、やる？やる？そう、オンラインショッピングにさ、私、こないだ、なんだっけ、洋服を、ですね、なんか私この間服を買ったんですよ。で、そんな買うつもりなくて、ワンピース夏だしワンピース買って、でなんかこう、ワンピースとカーディガン買おうと思ったの。そしたらなんか、入れよったら、なんか5000円ぐらいだったね。でも1万分買ったら、おしゃれなギフト、おしゃれな洋服を、洋服とアクセサリーをなんか3点プレゼントみたいな。え、今入ったんじゃない？入れ。そう、3点プレゼントみたいなのがあったんですね。やっぱさ、私めったに洋服をね、買うことないから、あ、1万分ぐらい、まあそうだね、ちょっと冬というか秋服も含めて買っちゃおうと思って、そしたら3点もついてくるわけじゃん、アクセサリーで。腕ないなったよ、腕。そう、ついてくるわけじゃん。そしたら買ったのよ。そしたらさ、何届いたと思う？おしゃれな3点セットで、2点はなんかねペラペラな、なんかのカーディガンみたいな届いたのと、あとね、もう一つね、これ届いたの。これ私、人参の服が届いたわけ。ちょっと待って、ずれちゃった。そう、人参の服が届いて、これどう着るのみたいな。マジ、どう着たら正解なの私。で、人参なのかなと思ったら、いや、社長に言ったんですよ、私、なんか人参の服届いたんですけど、みたいな。そしたら、いちごやん、みたいな。ストロベリーって書いてあるじゃん、みたいな。え、でもさ、みんなよく見て、人参にしか見えなくない？おかしいと思うねん。いちごじゃねえか。いちごの断面。え、嘘、みんなこれ、え、人参に見えない？私には人参に見えてしまう。これストロベリー？本当に？いちごやんかね。わあ、おしゃれ。これさ、もう外に着ていけないよ、私。着ていけない。着ていけないから、今もうパジャマにしてる。みんな着れる？これをどうおしゃれに着こなすかわかんなくて。ちょ、ネームタグはね、シミ除去したんですけど、はい、どこのやつかはね、ちょっと消去してあるんですけど、このストロベリー、ストロベリーって書いてある人参なの。人参見えるよ、人参に見えてくる。そう、これ着てたら見られそう。これ着てたら私だわ。じゃあこれ着てたら私。え、嫌なんだけど、絶対に着たくないかもしれない。いや、そんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、これはやっぱりおしゃれな服って言われてたから。お、はい、まあね、届いたのがね、人参の服だったんだよね。しかも私、別でさ、別でね、カーディガンじゃなくてワンピースをね、頼んでたんだけど、妙に安いなって思って、ワンピース買ったのよ。買ったけどね、届いてなくて、私それをね、お問い合わせしたの。え、何も入ってなかったんですけど、みたいな。なんかペラペラのカーディガン、なんかね、どれぐらいペラペラかって言われたら、え、どうだろう、なんか泳ぎ会みたいな、小学校とかの泳ぎ会で使うぐらいの、なんかペラペラなやつが届いて、そしたらなんかこれじゃないよな、みたいな。明らか絶対写真とは違うよね、と思って。透ける、え、透けてる、めちゃめちゃ透けてる。すっけすけよ、もうすけすけ。もうその下何も着なかった、もうすけすけ、もう透けちゃう、もうペラペラ、もうほんとペラペラなの。透けちゃうし、ペラペラだし、ボタンついてないし。だし、なんかフリルだったの、可愛いフリルだなと思ったら、なんかフリルじゃないんだよね、なんかさ、なんだろう、かろうじてなみなみな感じなんだけど、かろうじてなんかピエロみたいなね、カーディガンが来たのよ。それもさ、あとでちょっと次の雑談の時に見せるよ。本当に着れないんだから、着れないし伸びないから、なんかなんだろう、なんか肩張っちゃう人みたいな。え、なんかね、サイズ的に言えば小学生のサイズぐらいのものが届いたわけ。本当にね、120センチぐらいのね、サイズのものが届いちゃって、これどうしたらいいのと思ったら、本店がね、海外だから、返すにもお金がかかるし、そう、返すにもお金がかかるから、もうね、それを私はずっと、よいしょよいしょよいしょ、お前に。え、
あ、そうね、多分ね、韓国風なサイトだった気がする。騙されたのかな。騙されちゃったかな。可愛かったんだもん。可愛かったんだもん。で、人参の T シャツが届いたんだよね。うん、たまに騙されちゃう。騙されちゃうけど、まあそれはそれでいい思い出だなと思ってちゃんと取っておいてあるよ。ちゃんとね、そのペラペラのカーディガンはね、ハンガーにかけてあります。はい。アマゾンで買う。アマゾンもでも結構怖くない？どう？みんなアマゾンで買うとき何を重視してる？私結構ね、コメントというか、評価を重視してるんですけど、アマゾンで買うときは。いや、ちょっと待って、振りかぶんないで。シャンクスならば、はい。